皆さん大変ですよね、見てください、このニュース、えー、大卒内定率5年ぶりに70%割れ、ね、これ、しばらく続きそうな気がするんですけれども、えー、企業が苦しいのもあるし、時代が変わり、えー、人がいらなくなるっていうことも、えー、予測されているので、これは今後も続く可能性があります、こういう時代に皆さんどうすればいいの皆さん心配ですよ、ね、不安ですすよよねね不安 えとまずですね、どの環境にも適応できる、えー、生き残るような、えー、人材になってほしいって、えー、授業の最初から皆さんにお伝えしたと思うんですけれども、ちょっと具体的にもうちょっとこのニュース見てみましょう。皆さんもこの QR コードを読み込めば見れます、ね。地域別では関東が一番高いんだけれども、えー、前年よりは減ってるし、 えー、下げ幅が大きいのが中国四国それから北海道東北ねすごい減ってるっていうことなんですね、えー、内定率中国四国の場合 59%60%、えー、ぐらいしかないっていうことは、えー、結構衝撃的ですね、えー、分離別で見ると分系が7割弱で理系はちょっと高いんですけれどもはあ皆さんね頑張っていくしかないんですが え皆さんと同じ悩みをしている人、まあ、たくさんいます、ねえ。ニュース調べてみたらですね、皆さん、この間、質問で皆さんに聞いたことあるんですけれども、え授業というよりは課題、ね、あるいは友達に会えない、寂しい、大学の勉強も身に入らない、ね、皆さんが言ったのとほぼ変わらないですよね。皆さんも、えー、と QR コード読み込めば、これ、動画ニュース見れます。 えー、いろんな人と関わるのが楽しみだったんだけれども会えないのを残念っていう言ってるんですね。皆さんだけじゃないんです。皆さんあのオンライン授業で大変なことは何なのだろうって聞いたところはやっぱりモチベーションが、えー、維持できないあるいは課題が増えて大変あるいはやる気起きない、えー、メンタルねちょっと気になるんですね集中力維持できないね特にないって言ってる人もいれば目が疲れたっていう人もいればねいろいろいますよね。 兄弟が入ってくると集中でできないですよねそういうことあります皆さん。ね悩みありますかっていうと友達がいないね縦横の両方の関係が皆無、ね、ありますよね。やっぱり友人関係結構悩んでる人が多いんじゃないかなっていうふうに思います。で皆さんえー、っとこういう時代にですね、えー えと小さい目標を立てることをおすすめしたいです小さい目標を立ててそれを、えー、毎回、えー、達成すると達成することによって皆さんが、えー、落ち込むことを防ぐことができる、ね、落ち込むのとゲームとドラマあるいはそういう、えー、とエンターテインメントみたいなそういうもので時間を結構使ってしまいそうな傾向もあるので皆さんそういうのは気をつけてですね一番の敵はですね えと落ち込みねやる気が起きないのとえっ、ー、とそういうゲームとかそういう長く長時間かかるやつそういうドラマをもう何シリーズも見るとか映画をずっと見るとかそういうのが結構大きい時間を、えー、もう全部もう奪ってしまうのでそういうのを気をつけた方がいいですね。今のの時代何でもも学べるけれどもその分 そういうのが成長した分、えー、とエンタメ業界もすごい成長しているので皆さんの暇の時間がなくなるように、えー、いろいろそういう方々も工夫しているので、えー、と皆さんの時間すごい奪われがちなんですねそうするとそういうのがたまるとですね、えー、やる気が起きないしあ、えー、とで達成感がないえー、何したんだろうもう12月かみたいなそうなるのでそれだけ気をつけてください えっと、9月に皆さんに似たような質問をしたんですけれども、受講生同士の交流を希望しますかって2回目の授業に聞いたんですね、皆さんに。そしたら、まあ、半分以上の人がいらない、ね、54%が嫌だって、いらないって言ってたんですね。覚えてますか、皆さん。で、2020年の11月に、えー、皆さんに聞くとですね、えーっとえー、賛成が92%、この授業。 聞いてるみんな皆さん同士で友達になりたいのかっていうと92%が賛成したんですね <laughs> 皆さん皆さんの心が変わるんですよね2ヶ月でねえっ、ー、と来年度からもずっとオンラインになるんだったらですね皆さんの反対があっても私はグループを作ってですね皆さんの、えー、皆さん同士の交流を、えー、とやらせたい促進したいっていうふうに思っていますね 今になってみればあの時にグループワークすればよかったですね。そうすると今頃になればより友達もできててより寂しくなくな,るなってるかもしれない、ね。でも過ぎたことは悔いはない、えーっと。そういう後悔はしないし、これからも前向きに行ければいい。っていうふうに思います。